研修システム全体はですね、1ヶ月近くかけて、いろいろなあの講義をさせていただいたり、それからいろんな会社さんであるとか、それから交通の話ですので、交通情報センターとか、そういったところを見学に行っていただいているんですが、そこの中で渋滞を減らすためにカーナビで渋滞情報が見れますというのは日本の仕組みで存在しています。でこれのあのいろんな講義も聞いてますし、から情報センターも行ってるんですが、車に乗ってそれがどういうふうに見られるのかっていうのを経験してもらおうということで、こういう車でですね、あのこのカーナビの画面をこうディスプレイにも表示いたしまして、それであのほら情報を受かったからこんなふうに変わったぞとかですね、あのここに赤い線が出てるのはこうこうこういう仕組みで出てるんですよっていうような説明をさせてもらおう、こういうことをしております。 Routes are same on the surface streets and the expressways are runningThe provided information here. The information that now shown in our navigation system is for toll road. もうすでに基本的な仕組みは聞いてましたので、彼らは。なので、いろいろとこれはこういうことだろうとか、なんでこうなるのとかって結構突っ込んでくださって、で、あのほらこんな実はこんなエラーが起きてるんだぞとかですね。まあ、結構裏話もできたので、まあ良かったかな。そういう中でその日本でどういう成功をしていて、どういうところを活用できて、どういうところはちょっとそのまま使えないからどうやってアレンジしたらいいか、こういうあたりをまあいろいろ勉強していただいて、であのこの研修の中では最後には自分の国にどんなアプリケーションをしたいかというのをあのグループで検討して発表してもらうんですね。まあ、そういう中で自分の国にはこういう問題がある、渋滞で困ってる、事故で困ってる、それに対して今回学んだものを使えばこんなような適用ができるんじゃないかっていう、まあ、プレゼンをしてもらいます。ですからそういう中であの自分の国のそれぞれの立場の方々としてこんなあの、まあ、学んだことからこんな応用の可能性があるんじゃないかなっていうのを、まあ、勉強してもらうという形でやっております。